東部戦線、東部戦線は一般にはある地域から見た場合の東側の戦場の意味であるが多くの場合第一次世界大戦及び第二次世界大戦の両大戦において戦争を主導したドイツから見て東に位置する東ヨーロッパ地域の戦場を指す現在の国名で言えばポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア、ウクライナ、ロシア、バルト三国などがこれに該当する 逆に西側に位置するフランス、ベルギー、オランダ地域は西部戦線と呼ばれる。第一次世界大戦においてドイツは東部戦線において勝利した。第二次世界大戦においてドイツはポーランドに勝利した後、ソビエト連邦との戦闘となり、初期においてはソビエト連邦の国土を奥深く侵攻したものの、1944年以後には自国の国土の東部を占領された。 この戦闘の詳細については、独祖戦を参照のこと。なお、ロシアでは、第二次大戦における、この戦場を、自国の西側に位置することから、西部戦線と呼ぶ場合もあれば、ヨーロッパ全体を外観する立場から、東部戦線と呼ぶ場合もある。用語は、固定的ではなく、文脈によって使い分けられる。前者を取った場合のロシアにとっての東部戦線とは、 対日戦争を意味する。ありがとうございます。